ただいまー。はあ、疲れた。お前、持ち帰りの仕事してんの？ああ、頑張るねー。偉い、と言いたいところだけど。ほい、お仕事は没収。ん？いいだろう、別に。急ぎの仕事じゃないんだし、気になるって言うなら後で手伝うし。ああ、手伝うってなったら部下には内緒な。俺が手伝ったって言ったらお前の立場もないだろうしな。ってことで、よいしょっと。お前のことは今から確保しちゃいまーす。確保しておかないと、また仕事始めそうだし。俺も、かまってほしいな。ねえ、このまま、一緒にゴロンって横になろう。ん？スーツがどうした？まあ、シワね。スーツにシワついたって大丈夫だよ。クリーニングに出せば問題ないし。今は、頑張りすぎちゃってる。お前の方が大事。だから、気にしなーい。ほら、おいで。よしよし。あ、ねえ、ちょっとさ、ネクタイとメガネ外してくんない？だって俺ほら、今お前確保してるから、手塞がっちゃってるし。お願いしまーす。ありがとう。ぎゅー。すりすり。すりすり。あー。めっちゃ落ち着く。苦しい？そんなの知らない。ぎゅー。まったく、俺の大事な人はどうしてこんなに疲れるまで頑張るかね。心配で仕方ないですよ、俺は。確かに、お前が頑張ってる姿は大好きだし、誇らしいし、尊敬するけどさ、疲れが顔に出るくらい頑張ることはないと思うぞ。って言っても、お前は今の仕事にやりがい感じてて楽しいから、無意識に頑張っちゃうんだろうけどさ。まあ、今日みたいなことがあっても、俺がぐずぐずに甘やかして癒してやるけどな。だから、今日は甘やかされて、癒されろ。ならよろしい。よーしよし。
不思議だな。お前を癒してるつもりなんだけど、俺もめっちゃ癒されてる。ん？今、なんて言ったのかな？聞こえなかったよ。もう一回言って。俺の？ことが？その続きを大きく言って。好き。ありがとう。俺も大好きだよ。ああ。なんか、我慢できないかも。お前疲れてるから、やめておこうって思ってた。かわいすぎて無理。いいよって。ほんとお前かわいすぎるから。どうなっても知らないよ。止めてあげれないからな。